この WPKL チャンピオンズリーグセミファイナル第1試合です。3分3ラウンドで行われます。この大会のすごいのはこの2人が戦って、はい、その裏にこれが事実上の決勝戦ですという言葉がつかないっていうところですごいですね。そうですよね。さらにまだあるというのがすごいところです。本来だったらここで強豪同士がぶつけ合うんでこれに勝った方がっていう雰囲気があるんですけど、はい、そうじゃないですからね、はい、これに勝ってももう次に控えているのが、ね、さらにっていう選手ですから、はい、さあ試合始まりました。第1ラウンドです。ローキックから入っていくよ。ライアン・シムソン、おスピーディーな展開です。やはり3ラウンド制というのもあるんでしょう ね。 そうですね。高島さんはこの試合どういうふうに予想されますか。まあ、シムソンがいかに戦うかだと思うんですよ、はい、シムソンが打ち合いに行くのか。ムエタイ選手かなり剣取りゲームだとかそういうこと言われてますけど、ムエタイで上がっていく選手は本当にタフで、はい、高い力も持ってると思いますから、その上で剣取りゲームということ。そうですね。だからなるほどです、ね、まあ、これもいかにもう、シムソンの方がそういう、はい、ゲームプランという試合じゃなくて、はい、戦いに行ってますよね。ということはひょっとするとジョムほどのタフさ加減が発揮するのかもしれない。なるほど。あれもシムソンいいですね。 KO 決着がなんかありそうな気もしますよね、と対角線の攻撃仕掛けてますよね。そして対しましたジョムほど対式ですが、先ほどからミドルをバンバン投げています。高速ミドルミドルブロックしてもちょっと軸がぶれてますよね。もうシムソンの体が揺れるようなすごい破壊力ってことですよ ね。 そうですよね、まあ、スピードがそれを呼んでるんでしょうね。あ、入ってくるバトロキック。しかしシムソンパンチを返す。この辺りは見守りしい展開です。カウンター当てるのも上手いですね、はい、さあミドル、あ、投げて、これで2度目です。この辺りプレッシャーかけていくのは上手いジョムホード。やはりこの辺りはジョムホード技巧派っていう点も見えますよね。垣間見えますよね。そうですね。だから本当何でもできるっていうことですよね、ムエタイのトップっていうのは。特に当時の、まあ、トップっていうんですか、はい、ムエタイもどんどん様変わりしてくるんで、ちょっとあの重量級と言われるウェルター級のあたりとか厳しくなってきてますけど、はい、対しますライアン・シムソンの方も後半ってはもうこの人も負けてませんからね。ヨーロッパ最高峰でしょうね。最高レベル最高の戦いが見られています。ローキック、ちょっとでも様子見に変わってきましたね。試合は先ほど1ラウンドのファーストアタックあたりはもうすごいパンチとキックの交差だったんですけどもね。さあ第1ラウンド終了しました。このラウンドいかがでしたでしょうか。いや、もうほとんど差はないと思いますよ。これはきっと最初に打ち合った時点で両者がこれ打ち合い続けたらやばいなっていうふうに思ったんじゃないですかね。なるほど。この日は決勝まで一挙に行う日ですから、はい、1試合ですよね。次にサック・モンゴンかジェリー・モリスがどっちが出てきても上がってくるわけですから、はい、そういうのも考えたと思います。まあ、特に彼ら2人ともサック・モンゴンと考えてしかりだとは思うんですけど、残したいけどこの強豪にも勝ちたいって、そういうことですよね。力は残したいんですけど残してて勝てる相手なのか、それを考えていくうちに、あ、そうですね、ちょっと待とうかなっていう気持ちが出たんじゃないですかね。さあ第2ラウンド始まりました。そのご指摘通りややちょっと手は出なくはなりました。駆け引きはすごいですよね。お互い足を見てるともうフェイントを掛け合って、はい、あ、うまい。さあ逆に返していく。フェイントの掛け合いとあたりがこのバカ試合っていう感じしますよね。さあ左のリードでバトンを伸ばしていく。
ライン・シムソン、そして逆にミドル返していく。ロープを背にしてミドルを打っていったジョン・フォード。最高峰のまあ戦いということなんですが、お互いしかしこういう状態ですやりづらいっていうのももちろんあるんでしょうね。手が出ないっていう展開にやっぱなってしまうんでしょうか。まあそうならずに戦ってますよね。サッパー喧嘩やつですよね、この対戦は。ヨネロが左で、そうですね。でもまあシムソンって本当スイッチするんですよね、はい、ジョンフォードもスイッチしますね。スイッチしましたね、うん、やはりこの辺りはもう臨機応変にということなんでしょう。これはシムソンに合わせたんじゃないですかね。あ、なるほど、シムソンがオーソドックスで来て相四つの方が組みやすいと思ったんでしょうかね。そうじゃないですかね。あのそれとやっぱりダメージのことを考えたら喧嘩圧だと結構あのローブロー入りやすいですし。あ、なるほど。ただどっちもできるのかなという気はしますけど。さあバランスを崩しましたライアン・シムソン。さあこの辺りからシムソンは意識して右じゃないですかね。かなり立ち上がった時とか左に構えている時が多いですよね。やはりそういうのはとっさのところはやっぱりサウスポーになってしまう。さあ突っ込みつつ、さあ首相撲を見せるか、膝を出す両者。さあバランスを崩したライアン・シムソン。先ほどからちょっとバランスを崩すシーンが目立ってきましたライアン・シムソン。そうですね。第2ラウンド終了です。まあ、ムエタイルールなら、はい、ムエタイの最低だったらジョン・フォードでしょうけど、ですね、お互いクリーンヒットらしいクリーンヒットは別になかったですよ ね、 ですね。それほどとなりますと次の第3ラウンドがもうこれは勝負ですね。バランスを崩していた、まあ、こういうのをひょっとしたら取ってるかもしれないですよね。最低の中に、はい、突っ込んでいったのアッパーを見せたライアン・シムソン。しかしすぐミドルを返していくジョン・フォード。そしてまたバランスを崩 す、 す、ね、力の抜きどころがやっぱりうまいですよね。引き方でしょうね、はい、もう相手のバランス利用して。さあラストラウンドです。もう両者攻めないといけませんね。どういうふうに回転というのがこう自分の中で計算されているか分かりませんけど、やっぱジョン・フォードの方ジョン・フォードは自分取ってると思ってると思ってますかね。さあ今もバランスを崩した。さあライアン・シムソンどう攻めていくか。ジョン・フォードが変えますね。さあおっと突っ込んできてアッパー。しかしすぐ膝打っていく。今の倒しを狙うんじゃないですか。さあ細かい膝入れてますよね。さあ倒した。ジョン・フォードの方がもう相手が打ってきたところ入れようかなっていう感じじゃないですか。受けに回ってるわけですね。もうカウンターでしょう、ね、あ、なるほど。さあライアン・シムソン、やすやす乗らないですよね。でもシムソン、おー、余裕で、余裕を見せています。これはただ計算かもしれないですよ。余裕を見せるという行為を行っている。返します。ライアン・シムソン、シムソンでもきつくなってくるじゃないですかね。あれ続くとなんとか大きいの欲しいですよね、はい、
さあロキック、お、引いてないよということですか。やられたからああいうことするんでしょうね。なるほど、本当は聞いてるかもしれない、ね、聞いてるかもしれないし、当てられたっていうのもあるでしょうね、はい、なるほど。この辺りはショーマンブルーにしている、これはショーマンというか、はい、自分の余裕をジャッジにアピールしてるんじゃないですか。なるほど。さあシムソンが攻めあぐねてるのは確かですよね。ロキック、うまくジョンフォードもこう的を外してますよね、まあ、ローが一番まあ回ってるかなっていう感じがしますよね、はい。さあ足を抱えて倒していく、バランスを崩したライアン・シムソン。さあいやパンチも大振りか、これちょっとシムソンがバランスを崩したところになるともう一挙に行きましたね、うん、逆にちょっと力入りすぎたので、はい、さあ膝、さあここで第3ラウンド終了しました。判定に持ち越されます。相手側のコーナーに行って健闘を称え合います。両者です。いいプレーでご覧いただきましょう。高島さん、このラウンドはどういうふうにご覧になられましたか。いやもうシムソンがいなされてるっていう感じあるんですけど、はい、まあラウンドマスト、うん、だったらジョンボーと取られてもしょうがないですけど、はい、真の決着なのかなっていう気もしますよね。やっぱりもどうしても5ラウンドでしょうがないことなんですけど、見たくなりますよね。なりますね。3ラウンドにしとくのは本当にもったいないカード、はい、そういう気がいたします。ルミネオフィスセミファイナリスメンブロコレイヨモジョムホードです。ジョン・フォードが